クラシック三冠レースの第一関門皐月賞、中山競馬場の芝 2000m を舞台に覇を競います。まずは関西馬について雪野ねねがお伝えします。朝日杯フューチュリティステークスの覇者ジャンタルマンタル、初めての 2000m 戦で2つ目の G1 タイトルを目指します。3週とも本当こう同じコンセプトでやりました、ハンドでやりましたけれども、前半穏やかに進めていって人の方に意識を向けて我慢する時間を作って、残り1ハロ200m の短い時間ですけれども、体を大きく使うストレッチ、心臓を動かして肺の奥まで空気を入れるっていう、そんなイメージでやってました。乗り手の方に意識を向けてないとこういうラップは刻めないぞっていうラップでは来れたかなと思うんで、おおむねやりたいことはできたなと思いますし、挙動通信杯終わった直後のジョッキーの感触では後々やっぱりこう距離の、ちょっと問題が出てくるであろうという感覚のようですけれども、距離の壁がもしあるんであれば一滴のエネルギーも漏らさないように道中進める必要があるということで、そうなるようにこう日々取り組んでいるというところですね。デビュー戦共同通信杯と連勝中のジャスティン・ミラノ、3戦無敗で三冠初戦制覇となるでしょうか。2戦目が重賞だったんですけども、メンバーもねすごい強いメンバーで、レースの前はね半信半疑だったんですけども、2歳のチャンピオンをね破って2戦2勝でね来たんで、ペースでもね折り合いつきますし、追ってもしっかり瞬時に反応していい出しが長く使えるっていうのがねいいところだと思います。サントアーサーの一番後ろから行って、1周前だったんでしっかり負荷かけて追い切りました。もう体はねもう先週の時点でね乗ってきてると思うんで、本当にもう息を整える程度に馬なりでね上がってきて、すごくリラックスした走りでね良かったと思います。初の右回りとか多頭数ですか、と行けば経験するんですけども、初めてでもね、その辺は難なくクリアしてくれると思います。ホープフルステークスディープインパクト記念と2戦連続で2着、いざ雪辱へ新エンペラー。勝たなければいけないレースに負けたなと思ってますけれども、やはりどうしてもまだまだ馬の若さが出てるなというふうに思いました。2度経験したっていうことはもうそれだけで馬にとってはまだ幼い馬ですので大きな経験だったと考えています。体はメリハリが出て良くはなっているとは思います。ただ自分の求めているところにはまだ達していないと、そういう意味で状態が悪いとかそういうことではないんですけども、もうワンパンチ欲しいなっていうのが正直だと思います。ラストだけしっかり反応を見てくれという程度で、セオリー通り1周前しっかりで今日は微調整という感じです。普通の馬だったら非常にいい動きだと思います。ただあの馬に求めているのはそこで12秒ギリギリのところで来て欲しかったかなっていうところですね。経験を積むごとに良くなってきて、秋あるいは来年に完成されるのではないかっていう期待を抱いています。続いて関東からは76年ぶりの牝馬による皐月賞制覇を目指すレガレイラの情報を田辺ソランがお伝えします。ホープフルステークスではボバを相手に優勝、ここから皐月賞へ直行してきました。年明けまで厩舎の方で管理させてもらって、で一旦野沢ファームの方に移動させてもらってですね、疲れ取ってリスタートして、レースの40日ぐらい前に厩舎の方に連れてきて管理させてもらってます。シンプルにしっかり元気よく出てって、道中ライダーの指示通り折り合いつくかとか、最後合図出せばしっかり出ていけるかとか、本当に基本的なところ見たかったんですけど、おそらく追う必要はないだろうなというふうには思って臨んではいたんですけど、ライダーの方には最後の強弱に関しては1にするというところであったんですけど、結果的にはハンドライドする必要はなかったという感じだ。レガレイヤ精いっぱい応援していただいて、彼女の背中をね、後押ししていただければなと、そんなふうに思ってます。最も速い馬が勝つと言われている皐月賞、3歳馬たちの熱戦にどうぞご注目ください。